しゃい。トモコママました。今月もですねゆるくオープンいたしました。お相手は私、あなたの心をホッホッといたしますよ。ともこママこと竹内ともこです。よろしくお願いいたします。さあそして、豆太郎の大将、豆太郎の大将。どうもこんばんは、豆太郎です。豆太郎です。1ヶ月ぶりというか明けましておめでとうございます。そうですね、皆さん、はい、明けましておめでとうございます、はい、そしてご覧の皆様明けましておめでとうございます、ね、ということで2019年に明けました、うんうん、はい、一発目でございますが、そうですよ、ね、いかがでしたか、どうでした年越し年越しですか、うん、今年はなんか久しぶりにゆっくりと紅白が見れました。あー、紅白、はい、今年の紅白どっちが優勝したの。今年白じゃなかったですか。今年だよ。ああそうかやだ、間違えた悔しい昨年ですね、2018年、ね、うん、白組が、白組が、はい、ね、はい、あ、そうですか、面白かったです。あ、全然ね、見ませんでした、大将は。見ないですね。あら、誰が出てたのかも知らないですもん。年末も忙しかったんですか。僕は総合格闘技見てましたから、はい、あー、そうか、メイ、なんだっけ、メイフィールドじゃなくて、なんだっけ、メイウェザー、はい、それ違う番組でもね、メイフィールドってね、突っ込まれた。格闘技好きですもんね。うん、でもね、ちょっとね、うん、ちょっと嫌だな、もうあそこまで行っちゃうと。あの試合はもうやる必要がなかった。やる必要がなかった、うん、さあ見てた方いらっしゃると思います。プロレスみたいになっちゃったじゃん、あれ、はい、プロレスと格闘技は違うんです。違いますプロレスは、はい、最強の、はい、エンターテイン、格闘技です。え、うん、はい、まあそう、最強のエンターテインメントであり、ね、最強のスポーツですか、はい、キングオブスポーツですか。キングオブ、そうですね、うん、ね、はい、まあそんな話はいいんですよ。あ、いいんですか、うん、はい、でもね、そんな中昨日、今日、はい、昨日か発表になったね、竹内智子の結婚。私ですかありがとうございます。あ、ごめんなさい、シープスの休止活動休止、シープスの活動休止でしたっけ。シープ活動、いえいえ、続行してますよあ、そうなんですね、はい、地味に、ね、はい、嵐が奇妙にやってます嵐がね、ね、嵐の発表はちょっとびっくりしましたね。うん、なんで、はい、と思うけどね。でも結構前からなんかそういうお話はあったんですか。なんかグループ内でしてたみたいですね。ああ、まあ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 、うんうん、記者会見私全部は見てないんですけど、うん、まあ、ニュースでちょこちょこっと見たんですけど、うん、なんかあの記者会見を見て本当に嵐ってみんな仲いいんだな、すごいいい記者会見だなと思って見てたんですけど、うん、ね、どう思いました、うん、大将は。まあでもなんかいいんじゃない、もうあのいやだってもうだって彼らだって10代からさ、ずっと嵐っていうか、はい、でやってて、 そうですね、その前考えるともうだって20何年間ぐらいはもう、うん、多分やってたわけでしょ。そうですよ ね、うん、もうそろそろ少し休ませてあげてもいいんじゃないって思う。でも休止なのでちょっと良かったかなっていう、うん、解散だとちょっと悲しいけど、ね、うん、うん、またなんかゆっくりしてまたちょっとしてから戻ってきたら嬉しいななんて、うん、ね、なんか、はい、ね、記者の野郎もやだね。なんでなんか責任を感じないんですかとか言っちゃってさあ、ふざけんなよ。記者の方ね、お前やめちまえよ、お前なんかって休ましてやれよいいからってさ。でもなんかリーダーがねその話を出したって言ってましたけど、うん、それをちゃんとこうなんだろう、リーダーにかそういうふうに思われてしまうのは僕たちにも責任があるみたいなことを言った時に、うん、嵐かっこいいなと思いました、ね、どうなんですか、もしシープスが解散ってなったらどっちがリーダーなんですか。私竹内智子が、まあ、シープスというね、うん、ユニットも組んでおりますけど、今2人でやっておりますが、解散はないんじゃないですか、うん、あ、そうか、多分、あ、そうだよね、フェードアウトみたいなのあるかもしれない。フェードアウトもないです、ゆるーく。あ、そうか、フェードアウトってずーっとテイク以降水面下でずーっとやって登ることもなく、いやいや、そんなことないですよ。バクテリアにこう底引き網みたいな感じじゃないですか、それ海洋生物みたいな、マイクロプラスチックみたいに溶けていくっていう感じ、はい、たまにほら
浮上してきますから、その時はよろしくお願いします。たまに、ね、いつかね。いつか。うん、はい、まあそんな、そんな日も、まあ、徐々に奇妙に、はい、はい、楽しんでやっております。はい、そんな日も来るか来ないかは分かりませんが、はい、よろしくお願いします。ね、そうですよ、今日はね、はい、もう素敵なゲスト、もうこんな話でいいんですか、大丈夫でした？いいんじゃないですか。大丈夫ですかね、いいんじゃないですか。今日はあの素敵な、うん。今ね、女性ゲストが、そうですよ、あ、もう映ってるんですか。今あ、まだ映ってないです、ね、トモコママのドアップになってますんで、はい、ドアップはちょっと今日は本当やめてください。本当ですか。はい、私の、ああ、ドアップになっちゃった。画面左隣にいらっしゃいます。ああ、怖い。はい、今日はもうあれですよ、素敵な女性さん。はい、春名智美ちゃんという方が遊びに来てくれました。はい、ともちゃんともちゃんですね。あ、ダブルともちゃんです、今日は。昭和のともちゃんと平成のともちゃん、はい。あ、その通りよ、本当に。平成と昭和で頑張りたいと思いますよかった、ぎり平成で。そしてね、また新しい、ね、年号になりますけど。そう。はい、あ、なんかこれちょっともうお前も古いんだぞ。いい感じでこう。今ちょっとイラッとしたでしょ。ね、いや、お前ももうすぐ古くなるんだぞ。だからそうなんですよ。だからあれですよね、はい、今日も来た時、入ってきた時機嫌悪かったですもんね。春菜さんが入ってらっしゃった時に、あんたがともちゃんみたいな。かぶっちゃってるんじゃん。言っていいですか、うん、私実はともみって名前になりたかった人なんですよ。あ、ほら、だから余計イライラしてる。そうなの、子がね、嫌で、なんで私みじゃないんだろうって思ってたことがありました。じゃ変えればいいじゃないですか。え、ともはるとか。男性になってしまいましょうかね。え、男性になってしまいましょうか。あ、そっか。はい。いや、可愛らしい名前ですよ。ね。はい。ね、ともいいですね、ともみってね。ダブルともちゃんで今日は。え、春菜さんは、はい、春に名前の名。え、っていうか全然いいんですか、こんな感じの紹介で。はい。皆さん、うん、お隣にいるのが春菜ともみさんでございます。よろしくお願いします。ね。はい、ね、ということでよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ピチピチですよ。ちゃんと名前をほら検索するようにね。そうですね、春菜ともみさん、春夏秋冬の春、はい、そして名前の名、はい、でともみはひらがなで、はい、春菜ともみさんでございます、うん、はい、はい、ね、はい、今日初めましてなんですけれども、うん、平成のともちゃん、平成のともちゃん、よろしくお願いいたします。昭和のともちゃんでございます。ね、ね、ね、はい、はい、そんな昭和のともちゃんと平成のともちゃんで、はい、今月はお届けするわけですね。はい、頑張りたいと思います。はい。はい、じゃあまあとりあえず一回その昭和のともちゃんの曲、ね、あ、そうですね。ね、聞かせてもらいましょうか。昭和の私竹内智子の曲を、うん、本日の1曲目聴いていただきましょう。竹内智子でレイントレイン。違うぞ。マナスのフェイスダウンですこれは。いや、それ大丈夫です。はい。でもとい、はい、じゃあ今ちょっと編集するんで、はい、うん、はい、この今真夏のフェイスダウンの中に入っておりますレイントレイン、聞いてください。しゃがみ込む泣き顔ダウンタウンベイビー、最終ステーションホーム、乗り遅れたトレイン、本当のロンリー Tonight、 騙し上手うぬぼれチャンキーボーイ、わからん乗せられたのなぜ、明かりが消えても立ち上がれない Again、 行き先を書いたメモがあいつ探す手がかり。
の上に明日の朝消えてしまうかも。ニュースにならない気づかないあいつ、きっと私竹内智子の曲でレイントレインでございます。はい、はい、ありがとうございます、ね、曲が昭和調だなって言ってるよさあコメントがねたくさん、うん、いただいておりますよ。昭和のともちゃんとかね、うん、平成のともちゃん、うん、ちゃん、ね、はい、こっちのコメントはねあまり読まないですからね。あ、読まないです、ね、うん、はい、落ち着かないから、メールをいただいてるんで、はい、そう読んでほしい人はありがとうございます。そこにね、まだまだ、はい、紹介してください。春名智美さんに対してですね、メッセージそして質問なんかもお待ちしております。千住アットマーク CF.JP までお送りください。はい、したね、ここですお待ちしております。はい、はい、じゃあねまずメッセージいきますね、はい、バンブルビーバンちゃんありがとうございます。馬刺しが好きなトモコママごめん食べれないの馬刺し。生は好きじゃないんですか。生ダメです。あ、生ダメなの。てか馬まちゃんはちょっとなんで挑戦したことまだないです。あ、じゃあ今度行きます。すぐそこにあるから。うわ本当ですか。美味しいです。美味しい、うん、なんかヘルシーっていうのを聞いたことあるんですけど。そうヘルシー、うん、うわ、赤身だからね。頑張ります。はい、ね、さあそして毎晩スクワットをしている大将こんばんは。あ、これそうなんですか。ともみちゃんにはないじゃないですか、うん、バンブルビー。これ読まないもん。あんちゃーんちょっとそんなことしたら読まないぞ忘れるんだよ。じゃあまあ今回のところだけは、はい、まあね、はい、今日の、居酒屋、あ、架空居酒屋豆太郎は、2019年最初の放送ですね、はい、遅くなりましたが明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年はともこママと大将に会うために北千住まで行こうと思って。本当、あ、去年はともこママと大将に会うために、はい、北千住まで行こうと思ってたんですが、いろいろあって行けませんでした、はい、というわけで今年こそ北千住に行ってキャピキャピしているともこママを生で拝もうと思ってるので待っててくださいね。いつ来るんだろうか。生でご会長。本当待ってるよ、ね、あと大将には、はい、うん、長野の野沢菜をお土産に持ってくるんでお楽しみって。これもうずいぶん前に言ってますよね。3年ぐらい前に言った話ですよこれマンブルビー野沢菜お待ちしております、うん、もういいよ俺取りに行くよ長野まで。長野のねリスナーさんなので。そうそうそう長野まで取りに行く。俺取りに行く、大将が取りに行くそうですよ、うん、はい、まあだから俺のツイッターかなんか見てくればね、はい、あ, ある日突然長野に行くよって言い出す。あ、本当、うん、はい、はい、それからね、はい、どれがいいかな。はい、ね、はい、じゃあね、春菜さんに来てますよ。お、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。春菜智美さんへ質問です。はい、好きな異性のタイプはどんな人ですか。異性のタイプ、うん、お、いきなりそういう系が来ましたね。NG なら NG って言っていいのよ。いや全然大丈夫ですはい、はい、いやでも、はい、なんかあんまりそういうの考えたことがなくて、うん、まあ、なんか好きな人になった人が好きなタイプだみたいな感じなんですけど、でもちゃんとやっぱこうやって聞かれた時に答えられないとなと思って、うん、すごい考えたんですよ、うんうん、なんだろうなって思った時に、うん、なんだろう、私がわーって結構話す時って話すんですよ、うん、止まらず、うんうん、そういう時にうん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 って聞いてくれる人かなって。あ大人な男性ですね。そうですね、ね、聞いてくれる男性。なるほど、分かったから今ちょっとあったでにしてみたいなのだと多分その時にふんってじゃなくてうんうんって、はい、そう。でもそれ聞いてなくてもいいんだ。まあ、聞いてなくても多分うんうんって言ってれば私は多分すっきりすると。あまあね、だから相槌上手っているじゃない、全然聞いてないのに、うん、うーん、あ、うーん、そうそうそう、聞き上手なんじゃないですか。聞き上手、そう、いや聞き上手じゃない、聞いてないんだよ。聞いてないんだ空気を読める人。そうそう、可能性ないですね。いや違う、あのね、めんどくさがり。え、本当
あの僕もたまにあるんですよ、なんかいろんな人の話をねわーっとこう聞いてると、うんうん、本当は言いたいんだけど、うん、もう言うとめんどくさいから、うん、うんうんうん、うん、あ、ですよね、うん、特におばさんとかねすごいおばさんとかは、はい、もう話してるだけで満足しちゃう。そうね、へーとかって言って聞いてない、な、ね、どう思うって言われたら、うん、あ、いや、うん、でもいいんじゃない、いいと思ったままでいいと思いますよとかって言ってね、そうするとね、すっきりして、ね、そういう受け答えの対象は聞いてないってことなんですね。俺聞いてないよ。わかりました、うん、私に多いですよね結構いやいや、トモコママにはちゃんと聞いてますよ。俺メモしてるもん全部。本当、うん、全部こう、あのもうトモコノートってのあるわ。トモコノートあるからあとで見せてもらってね、メモ帳を、はい、あ、でもね、ちゃんと今日は家に金庫にしまってあるからね、はい、うん、それからね、もう一つ、あの、はい、またこれだけは許せないみたいな人はいますか。これだけは許せない、うん、なんか嫌な仕草とか、なんかこう、例えばなんかこう、1円まで割り勘する人とか。いや、全然1円まで大丈夫。なんか文句ばっかり言う人は嫌いです。理不尽な文句ばっかり言う人。あ、俺だあれ、大体文句言ってるもんね。そうかもしれない、うん、なんかただ単に自分がイライラしてるからそれを相手にぶつけるみたいな人はもう本当に許せなくてなんか別に理由があってのそれだったら、うん、とか私が悪いことをしちゃって、うん、相手が嫌な思いしちゃってそれでイライラをぶつけてくるだったらそれは私が悪いから全然いいんですけど、うん、勝手にじゃあ自分が今日眠いからイライラしてるとかですごいぶつけてくるとか我がままをですねそういう人はいや眠いのは自分のせいでしょ、じゃあちゃんと自分で処理してって思っちゃう、うんうん、なるほど大人かも。うん、まあ平成ともみちゃんは大人です。あ、じゃあ昭和のともちゃんはどうなの。私ですか。うん、あの好きなタイプはどんな人なの。好きなタイプは、うん、そうだな、あれでも左なんか金のブレスレット、騎兵のブレスレット、ね、ブレスレットとネックレスが外せない、ネックレスして横にサイドポーチ持って昭和じゃないですか。昭和ですよね。ちょっとオールバックのそういう方結構見ました、ね、ダブルのスーツ着て、ダブルですね、うん、はい、はい、そんな感じなんですか。そんな感じ好きですね。あ、格好のいい、うん、ねお父さん好きですよ、うん、よろしくお願いします。ダブルの、うん、本当にぶっちゃけどうなんですか。私俺についてこいタイプが意外と好きです。あ、やっぱり昭和なんでしょうね、うん、俺についてこい、俺についてこい、あの本当意外と2歩3歩下がって歩くタイプなので。うわ、めんどくせえ、そういうめんどくさいですよねでもそうかも、本当にで、でも絶対そういうやつって後でなんか突然切れるんだよね。あ、そうかもあん時こうしてたくせに切れたらごめんなさいみたいな、ね、私がいつも黙ってるからっていいともいい気にならないでとかって、あ、そうかな、うん、最後に別れ際になんかいろいろガーッと言うタイプ絶対いや、それないですね。あ、本当に、うん、意外とないです、ね、あ、そうですか、はい、立てるタイプです。あ、なんですね。じゃあ素敵だ、じゃあ平成のともちゃんは、あの聞き上手という話を聞いてくれる、うん、聞いてくれるおおらかな人、おおらかな、うん、ね、で、昭和のともちゃんはサイドバック、サイドバックサイドバックオールバック俺についてこいタイプ、俺、うん、ね、そういう感じで俺についてくれこいだったらいいんだよね、うん、いいですね。サイドポーチとか持ってたらもう最高でしょ。え、サイドポーチとか持ってたら、あー、セカンドバッグ、うん、こういう感じで、ね、そう今いるんですか、そういう方。いるいるいる、あんまり見ないですよね。でも最近若い人たちもああいうの持ってるらしいよ。あ、また流行りだしてました。流行りだしたやっぱり巡ってくるんですね、うん、うん、だから持った方がいいですよ今持ってる方いらっしゃる、うん、ここまでご連絡ください、ね、はい、ね、はい、ですね、うん、なるほどね、はい、じゃあこれだけは許せない人は、許せない人、うん、うん、そうだな、許せない人、そうだな。じゃあ今まで、私許せない人、あ、本当ですか。今までで許せなかった男とかいます？あ、でも例えば一緒にご飯食べているのに、うん、携帯やってる人はあまり好きじゃないかも。喋ってるのに、うん、うん、そうだよねってこうやってる人はあんまり好きじゃないかもしれないな。あ、なるほどね。たまにいらっしゃいますけど。いるね。うん、うん、俺もだいたいずっといつも携帯いじる。あのゲームやってるからね。ゲームゲームやってます本当リアルな話をしてんじゃないんだよそういう風に掘られるとめんどくさいからやめてくんないよ。はい、はい、ね、名前ね、この人ないんですよ。お、名前、うん、ナナシさん、うん、ナナシさん、はい、なので、満足いただきましたでしょうかね、うん、ありがとうございます。はい、じゃあね、ここでせっかくですから、その、はい、春菜、昭和じゃない、平成のともちゃんの曲を聞きましょうか、聞かせてもらえますか、はい、じゃあちょっと曲紹介を、うん、はい、今一応一番の
最新のシングルになってますね。あなたでいてくれてよかったです。いただいておりますのは春名智美さんで、あなたでいてくれてよかった、うん、ございます、はい、すごい可愛らしい声、ね、なんと今ちょっとね、うん、エピソードがありまして、これのレコーディングの時に、うん、なんとちょっとお風邪をひいていた、そうだった、体調不良だったそうで、喉が声が全然出なくて、うん、その前々日ぐらいまで、うんうん、でやばいなやばいなと思う、本当にもう当日になっても声が出なかったらキャンセルしようと思ってたら、前日にちょっと出るようになったんですよ、うんうんうん、もう今日このまま喋らないと思って喋らずいて、次の日に一応歌えそうだったんで、うん、もう一か八かで撮ろうと思って、おの歌声でございます、はい、素晴らしいじゃないですか、ね、でもすごい可愛らしい声ですね、可愛らしい声ですね、はい、よかったですね、本番に強いタイプですね、あ、そうかもしれない、本番に強いタイプ、さすがですよ、はい、あ、平成のともちゃんは昭和のともちゃんはどうなんですか、本番は。私本番どうですかね、あの意外とでもステージ立っちゃうと、あ、大丈夫ですか、声とかも大丈夫ですか、割と声とかもバーン出る方ですか、出ない時も出るかもしれない、あ、そうなんですか、ステージに立った方が、あ、で、あ、まあまあそれはね、その前の方が出ないかな、うん、それはそうですよ、そうありますね、うん、ね、歌詞はたまに飛んじゃいますけど、うん、そこはアマチュアだな、まだな、ね、しょうがないですね、ダメですね、手に書いてくる、手に、え、手に、うん、ちっちゃくて逆に読めない、あ、老眼で、こうなっちゃいますよね、たぶんはずきルーペしろ、はずきルーペ、はい、あー、はずきルーペね、遅いな、タイミング、もう違うテンポに行こうと思ってるんだからね、はい、はい、まあいろいろねコメントをいただいてるんですよ、はい、うん、ちょっとね、あ、ほら草加さんがね、はい、踏切の向こう側にありますよね、踏切、あ、踏切っちゃ踏切だな、うん、あの馬肉居酒屋、え、馬肉居酒屋ね、上の方、うん、あ、これか、あ、あ、そうですね、うん、馬肉です ね、馬肉の話、馬肉の話、はい、あ、馬肉好きですか、一回だけ食べたことあります、どうでした、あ、でも食べれそう、食べれそうでした、はい、食べられますよ、大丈夫、挑戦者だな、うん、すごいいっぱい今日なんかコメントがあって嬉しいですね、ともちゃんパワーでしょ、平成のともちゃんパワーですよ、はい、ありがとうございます、はい、続いてね、メールまだいただいてるんですよ、はい、こんばんは、初メールです、春名智美さんがゲストということでメッセージしました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、春名さんのことは、5年前にインターネット番組の24時間生放送で知り、魅力ながら応援する、しています、はるなさん頑張れ、番組も見てますよ、これからも応援しかできませんがずっと応援していますって嬉しいね、一番嬉しい言葉じゃないです、応援してくれるのね、名前は言われてないですけど、あ、そうそうそう、ごめんなさい、うん、状況ボーイ、状況ボーイさんですね、お、うん、状況ボーイさん、状況ボーイさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、嬉しいですよね、これね、
ねえだって、でも24時間って24時間それは5年前ぐらいにやってた。それぐらいですね。毎週木曜日に24時間ずっと、24時間はい労働基準法とか引っかかんの？24時間番組をず、あの毎週やってる中に。どういうことどういうことどういうこと。あのこうやってこういう、それは 何でやってたんですか。で、Cウェーブで。あ、じゃないです。これ言っちゃっていいんですかね。言っちゃって大丈夫な感じですか。なんか言わない方がいいんじゃない。言わない方がいいですか。言わないでおくんですけど、こういう感じのネット番組で、でもうひたすら24時間喋ってるんです。時々間に番組が入ったりするんですけど、その時だけちょっとあの休憩体験。でも24時間も喋ってたらさ、過呼吸になって倒れると思うんだけどね。でもその時は、まあ、今だから言えるんですけど、正直ボロボロでしたね。うわ24時間なかなかできないですよね。24時間何話すの。まあ最初は本当もコメント読んでとか、あとはまあ自分の中で企画とかを持ってきて、じゃあこれやってみるとか、そんなのでなんとか24時間すごい、まあ、続けていくうちにやっぱりコメントがみんなくださるようになるので、とか人によってやっぱ朝だったら見れるとか、夜だったら見れるとか、で人がやっぱ変わって見てくれるので、コメントも大体ひきれんしてくるようになってくれたので、そのおかげで24時間大将の目が24時間やるかみたいな。うわすごいですよ。なんか1ヶ月に1回とかだったら頑張れるかもしれないですけど、毎週はやめた方がいいですよ。地球は救わないけどね。俺は地球は救わない。私たち救われないから大丈夫。俺は絶対地球を救うなんてね、そんなこと言わないよ俺。あ、でもいいじゃないですか。あのね、ともこはどっかからマラソンしてもらう。私ですか。あ、でもそうだね、 MC だから、そうだ、どこら辺行こうかな。草加さんか、あ、親父ライダーさんに、はい、あの草加さんか親父ライダーさんに、何を頼むんですか。走ってきてもらう。あ、走ってきてもらう、ここまで。ここまで。なるほど、それ私が実況中継すればいいですか。あ、24時間ついてついたの。24時間ずっと。あ、いいんじゃない。たまに話しかけたりして、なんか事件が起こるんですね。そんな番組ですか。ね、リスナーさんをいじらないでください。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、続いてね、はい、皆さんは、こんばんは、初めてメールします。お、皆さんに質問です。はい、平成も残り少なくなってきましたが、平成が終わるまでにしてみたい、やっておきたいことは何かありますか。また今年1年の目標は何ですか。これさっき振っといたからね、今年1年の目標何って聞くからねって。目標ね、その前に平成になるまでの間、あと何ヶ月、3ヶ月4ヶ月4ヶ月じゃない、うわ、4ヶ月の間にやっておきたいこと、はい、はい、断捨離ですね、私。今更だけど断捨離ですね。をやりたいな、ちょっと。僕もう今やってますもん。あ、本当、今年やろうと思って。あ、もういろんなもん捨てちゃって、で、うん、この間家電製品もいっぱい捨てたのね。家電製品、本当使えるのあったんじゃないですか。あったあった、ガスコンロを2つ、はい、1個あったんだけど。ガスコンロなんで2つあるの。いや、前引っ越してきたところで、引っ越してきたところにもともとあったんだけど、片方壊れてたんですよ。はいはいはい、ああ、なるほど。だけどなんか使うのが、抜くのがめんどくさくて、1個でいいやと思って、そのままの状態でやっといたんだけど、そしたら横に置いといたら、あの先代の豆太郎ちゃんがいっぱいこうチッチしちゃったんですよね。あ、でパッと開けたらもうぐしゃぐしゃに錆びてて、はい、これダメだと思って捨てちゃおうと思って両方捨てちゃったんです。はいはい、でよく考えたらうちにもう1個ないんだよ。3個目がなかったの、ガスコンロ。今わかりますよ、ね、その時点で。今ガスコンロはうちにない。本当？うん、あ、でじゃあ大好きなお料理ができない。できないですね。できないですね。だからまあ今度は、はい、なんだっけ、 IH クッキングかなんか買おうかなって。 あっちの方が綺麗じゃないですか、見た目が、はい、おしゃれだし掃除もしやすいですよ ね。そうですね。しようかな。電化製品話でございます。何かあります、平成のどもちゃん。平成が終わるまでってことですよね。そうですよ。あと 3,4 ヶ月の間に。それは全然考えてなかったな。まあ上半期、上半期でもいいよね。そうですね、でもまあ私まだソロでのワンマンライブをしたことがないので、おお、まあ、それが、平成中にできますかね。できたらやりたいな。お、これ言ったら、だってこれ皆さんこうあれですよ、ちょっとみんなあのやるって言ったら絶対来てくださいね。ああ、そうだね。
言いましたね。でもやりたい、なんかちっちゃい会場でもいいから、うん、やりたいなっていうのはあります。まあある意味それが、うん、そのまあ一回言っちゃっても、まあ、私ある意味今年、うん、30になるんで、その前に、うんうん、やりたいんです、あのワンマンライブをっていうのがあって、じゃあそれだったら平成が変わる前にできたら一番いいよなっていう感じ、うん、じゃあ平成最後の日にしようよ、4月の30日か、31ってあったっけ、4月って。ないですないです。なんかもう4月の30日ってみんなライブやるよね、やりそうですよね、うん、カウントダウンして、絶対カウントダウンとかするやついるから、めんどくさいやつがさ、会場を抑えないと、うん、ですね、ああ空いてるかな、まずそっからです ね、 ねいやーやりここでやればいいじゃん、CUM でここで勝手に言ってるけど、あ、じゃあ後で交渉じゃないいいですか、後で交渉、今苦い顔してお茶吹き出しそうになってはい、ね、ライブをやりたい、ライブいいですね、ライブ、じゃあ、 あのね、皆さん本当に、はい、ちゃんとね来てくださいね、うん、これね、本当ですね、うん、うん、ほらひろきさん、はい、平成中にソロワンマン、うん、ひろきさんも来てくれるんでしょ、うん、それからね、いやできたらなっていう願望ですけど、うん、でも言ったからにはやっぱ実現しないとですよね、いいじゃないですか、なんかね勘違いしてる人がいる、断捨離って無理って、お米大好きなのよねそっちはシャリじゃない、それはご飯を立つってこと、お米白米を立つって、断捨離じゃねえっちゅう話ですけど日本人だからそれじゃねえよみたいな、ね、炭水化物大好きなんで絶対無理です、それはね、うん、もうあのお家にあるものをね、あの捨てるっていうことですね、うん、そう、僕もね昔ね、あの白米を1週間ぐらい抜いたんですよ、はい、うん、夢見ましたの、あ、そう、ご飯食べてる夢、こうあのよくあの日本昔話に出てくるような、うん、大盛りのこんなやつ、そう、うわーって食べてるの、あれ夢見ました、本当やだーみたいな、おじいさんがーみたいなやつモノマネそれトモコママ大好きだったんで、日本昔話がトモコママおい、トモコママ、はい、そう、ご飯は抜けないですね、やっぱりね、炭水化物、ご飯はね、今でも炭水化物ダイエット、ね、抜きダイエットみたいなのはありますけど、でもね、あれあんまり良くないですよ、炭水化物抜いちゃうと、本当、うん、後でなんかね、リバウンドが来そうな気がして、うん、ね、うん、良くないですよ、ちゃんと食べて、ちゃんと運動するのが一番かな、うん、そうそう、バランスよく、だ食べ過ぎは良くないですよ、思います、少し気持ち少なめにするといい、あ、もうちょっと食べたいで終わるんですよ、ね、うん、そこができないんですよ、なかなかね俺夜3杯飯とか食っちゃうからなそれやりすぎです、うん気をつけてください、ね、ご飯ね、うん、はい、はい、まあ、あの、そうですよ、あ、さよちさん大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、別に断捨離しなくていいですよ、断捨離ってそっちのシャリじゃないですから、ね、そっちのシャリじゃないです、うん、はい、ね、ありがとうございます、じゃあさ、はい、せうん、あ、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、うん、はい、その他にもコメント、気になるコメントある、え、気になるコメントある、いえ、大丈夫です、拾ってくれてるので、うん、ありがとうございます、はい、ね、あ、上京病院さんは、はい、シャランキューのファンなんですね、んシャランキューのファンなんですね、あー、ほうほう、宮城のラジオ界の大物だ、ん、上京病院さ ん、 ん、宮城界、宮城の、え、宮城のラジオ界の大物、ラジオ界の大物、ラジオ界の大物誰だ、寝落ちしそうになってるあ、これも寝落ちさんか、はい、俺もラジオ業界ではちょっとした小物なんだけどさ、24時間のやつがこれだった、聞いてねえな、これ、これあの画面映ってるからね、君たちね、これね、これとか言って、うん、普通に見てるからね女子会やってんじゃねえな、すごいいっぱいコメントありがとうございます、ありがとうございます、はい、そんなあの春菜さんですけど、うん、ソロでもやられてますから、ほうほうほう、なんと、ね、素敵なユニットというか、はい、はい、ゾディアックサインっていうユニットでも、うん、やってるんですよ、まあ、そう、うん、そんな話もちょっと聞きたいなと思って、じゃあここら辺で、ね、はい、ちょっと聞きましょうよ、ちゃんと、ね、しっかり、ね、ちょっと先に曲聞きますか、お話聞いてから、お話聞いてからにしましょう、話聞いてからにしましょうか、うん、はい、ゾディアックサイン、まず、はい、ゾディアックっていうのはどういう意味なんですか、あの星座っていう意味で、素敵、はい、なので竹内さん座禅好きですもんね、竹内さん座禅ですか、座禅座る座禅ですか、嫌いじゃないですけど、うん、そっちじゃないですか、あ、そうです、はい、キラキラの星様の星ですね、星スター
ターです。お空に輝くスターでございます、はい、そう、それ、うん、まあそういう意味があるんですけど、まあなんかそれぞれここでも活動してる人たちをギュンって集めて活動してるので、はい、もう男女が、はい、混合で4名活動してます。はい、今プラス1名、はい、正規メンバーが4人、はい、で、サポートメンバーが1人っていう感じで、はい、活動してるんですけど、活動してるんですけどというか、2月1日にお披露目になります。おっ、これはもしかしたら、はい、もしかしたらあれじゃないですか、2月1日、はい、ライブで、はい、2月1日に金曜日、はい、やっとこれは後でね、また、はい、詳しくお伝えしますけど、うん、はい、なんと、四谷のロータスというところで、はい、ライブをやられるという、やります、はい、主催でライブで、はい、やらせて、その時になんとお披露目、 あれじゃなくてお披露目、それは言っても大丈夫なやつ、あ、全然言っても大丈夫なやつです。はい、はい、お披露目をさせていただきます、はい、今まで違うメンバーで活動してたんですけど、うんうんうん、メンバーがちょっと卒業されて、うん、で新メンバーも入ってきて結構、うん、雰囲気がゴロッと変わったので、はい、じゃあ新生ゾディアックサインとしてここでお披露目にしようみたいな感じで、はい、はい、ここで初めて見られる方もたくさんいらっしゃるんですけど、ね、ほとんど初めてですよ ね、 そうですね、新生ですもんね、はい、あら、ちょっと新しいのも見たいんじゃないですか、皆さん、ドキドキです。はい、じゃあちょっとそんなゾディアックサインさんのですね、うん、はい、曲なんかをちょっと聞いてみましょうか、はい、さっきの春田智美ちゃんの歌声とはまた違う、そうですね、そうです、ね、ともみちゃんの先ほどのソロの歌声とはちょっと違う感じでまた うん、やられてるみたいなんで、ちょっとそこのところも、ね、そうですね、そう、この曲も何でしょう、まあ、前のメンバーで歌ってた曲っていうのはあるんですけど、うん、まあ、卒業されちゃったのでかけていい、ちょっとかけちゃいけないやつのちょっと関係があるので、うん、すみません、私とあと今残ってるリーダー、うん、2人で歌ってるバージョンをかけさせていただきます、はい、はい、それでは曲の紹介を、はい、はい、聞いてください。ブレス、いただいておりますのはゾディアックサインでブレス、うん、かっこいいじゃないですか。ありがとうございます、ね、はい、どうですか皆さん。 ありがとうございます。先ほどのね、うん、平成の春菜ともみちゃんの、はい、平成の春菜ちゃん、いや、春菜ともみちゃんは平成のともみちゃん、平成のともちゃん、ね、平成のともちゃんはの先ほどの歌声とは全くもって違う、ちょっとなんか強い女を感じましたけど、ね、なんか、はい、結構本当に音楽が大好きなので、うんうんうん、曲調に合わせて歌声も変えたいなっていうのがあって、でこれはバリバリ踊ってるんですよね、はい、
逆にここまで踊り、これ結構踊ってるんですけど、うんうん、それを踊りながら可愛らしい声で出せないあなんかそんな踊りも見てみたいですね。うん、ぜひ皆さん2月1日は四谷ロータスへ、うん、はいね、お願いします。はい、はい、もちろんあの私のソロも、うん、この2月1日の時に歌わせてもらうので、うん、ぜひよかったら両方の春菜とも見れます、ね、ちょっと楽しみじゃないですか二度おいしい、二度おいしいです、はいはい、ぜひ、ね、ぜひ、そこの情報とかはぽもみちゃんのあツイッターですね、やってらっしゃるんですよね、はい、アットマーク、TOMOMIXXNA ともみ XX なともみ XX なで覚えてください。 XX なな NA ですね、 NNN、 はい、NA です、NA、みんなバツバツなとかめめなとか言うんですけどね、トモミ XX な、 なもう覚えたんじゃないですか。なな、はい、なってあれだよね、普通くんだよね、普通くん昭和ですね。はい、昭和ですねって、春菜ともみちゃんで検索してください。はい、春夏秋冬の春に名前のな、そしてひらがなでともみでございます、うん、お願いします、はい、はい、そんなライブ情報もたくさん載ってるのかな。あ、そうです ね、はい、うん、はい、また結構あるんですよね、1月、うん、そうです ね、 もう1,2,3,4 日間連続で、おえ、レンライブがレンちゃんですか、はい、あららら、あるので、そこ、ね、言っていきますか。1月の30日ユズラロータス、そして1月の31日は、はい、神田ミーファーで、また2月の1日がそのお披露目の四谷ロータス、はい、うんうん、で、2月の2日にまたまたか、お、神田ミーファーと四谷ロータスの交互ですね。おお覚えやすい、すごいですね。なので、ね、ぜひぜひ、はい、うん、いいじゃないですか、ください、ね、ぜひぜひ皆さんいただきたいと思います、ね、うん、僕もあのライブ 見させていただいて、あ、すごい、そうなんですか、うん、どうでした、すごい可愛かったです、あら、でもう本当にね、あのパワフルだしね、はい、うん、元気で、はい、とても楽しいライブでした、あら、うん、元気だけが取り柄なんです、あ、もういいじゃないですか素晴らしいでございます、ね、そうだから、ね、音八里が一緒にライブやらせてもらって、はい、うん、そうなんですね、そうそうそう、はいはいはい、もうその時に付き人で行って、誰が、僕が、音羽の、音羽の何だと思ったの、いや、付き人だ、新しい付き人がついたのかなと思って、千里ちゃんにね、なんか私です、あ、私です、わかりました、カバン持ちで、カバン持ちで、うん、はい、ね、初めて行かしてもらったライブ、はい、そうそうそう、で一緒の時でも、うん、本当私こうなってたね、実は、うん、緊張します、緊張って人見知りがすごいので、全然そんな感じしないんだけれど、うん、本当、いや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 、でもこういうなんか喋る場とかだと意外と喋れるんですけど、うん、じゃあ楽屋で自由に喋ってくださいとか言われちゃうと、もう一人でこうなってます、うん、もう挨拶頑張ってしますみたいな、おはようございます、春菜ともみです、よろしくお願いしますっていう状態、あ、そう、なんかちょっとね、はい、きょどってた、きょどってた、うん、あのちゃんとね、アーティストさんの席がね、袖にこうずっとあるんですよ、はいはいはい、次もこうなんか座ってね、なんかこう、うん、なんかぼーっとね、ずっと、うん、どうしよう、とりあえずライブ見てよみたいな、そうそうそう、もうだから微動だにせずみんなのライブをこうずーっと見てる、あ、そうなんだ、うん、話せるようになるとうるさいんですけどね一番最初のなんかね、あの、うん、お会いした時の感じが全然そんなイメージじゃなくって、最初からこの明るい、一番最初にお会いした時、先ほどね、あ、そういうことね第一印象ってことね一番最初っていうか、なんか前にも会ったことあるのかと思ってびっくりした、先ほど、本当に今日初めましてなの、ああ、そうだね、うん、ほんとひまわりみたいな、太陽みたいな、あ、笑顔でバーッと来たので、全然こういう感じじゃないと思いました、うん、びっくりでもだってほら、これが、はい、お疲れ様でしたって、あの、はい、楽屋戻るとシューンってなる、あ、そんなことない聞かれることが何もないと多分こうなると思う、はい、いいですね、いろんなね、はい、うん、いろんな顔が見れてね、ね、あの、楽しいです、うん、ぜひぜひね、あの、春菜ともみさんチェックしていただければと思います、はい、基本は口うるさい女なんで、あ、いいと思います、うん、はい、でもなんか男の人にもこうなんか文句言ったりする、メンバーとかに言ったりするの、あ、言いますよ、どういう、あ、文句文句っていうか、あの、こう意見言い合ったりなんだりってこと、ダメ出しみたいな、うん、あー、なんかあんまり怒るの基本好きじゃないので、うん、なんだろう、ここもうちょっとこうした方がいい気がするみたいな、
そんなぐらい気がするでもそこにやっぱ気づいて変えるっていうのは本人次第じゃないですか。ここがちょっと気になるかなぐらいで、うんうん、で、まあ、あとは変えてくれるか変えてくれないか、まあ、一応言うことは言う。でも変えてくれなかったらイラッとくるでしょ。うん、こいつバカなの。それが悪目立ちするものだったら、うん、怒るというか、これはちょっと違うよねって言ったりはするんですけど、はい、逆にそれが個性になるのであれば、うん、いいかなっていう感じですね。両方の目を持ってるんですね、うん、大人の目と、ね、いやどうですか竹内さんもね、はい、結構男の人にもガーッと言うんですか。僕もあ石井さんがよくなんかあの楽屋で怒鳴られてるって言ってましたよ。誰にですか。あの竹内さんに。あそっか、あれは竹内さんだから、ともこママじゃないか、うん、竹内さんなんかすごいなんかね、楽屋で横柄だって言ってる。あ、本当ですか、うん、あんまり逆に言えない人なのかな。なんかね、あのエレベーターバーッと開くと、もう会場っていうか、そこの楽屋の雰囲気がピリッとなる、はい、みんなおはようございます。うん、まあそこまではいかないけど、なんかこうピタッとこうね、まあまあまあ、うん、あの余計なことを言ってるとこう怒られる。なるほど、怖いですね。怖いですよ、うん、気をつけていただきたいなと思います、ね、鬼ですからね。そんなの春あのね、平成のともちゃん、うん、はい、なんとあのグッズなんかもあったりするんだよね。 T シャツなんかも。そうですね、そのゾディアックサインの T シャツが、うん、その2月1日から予約を開始するんですけど、うん、あのまあ、それぞれメンバーによって、うん、宇宙柄がいろいろついてるんですよ。宇宙柄の布、コスモス、宇宙柄の布がコスモ柄、あのそれぞれ違う感じについてるんですよ、うん、それをあの、まあ、推し T シャツということで、うん、ファンの人にも自分と同じ T シャツを着てほしいなっていう願いを込めて、予約を受け付けて、うん、で、あのその予約をしてくれた方のために、うん、その推しメンバーが手作りで T シャツを作るという。手作り、はい、夜鍋して、はい、もうこうやって頑張ってですよ。どうする、すごい予約殺到しちゃったら。本当ですよ、そのミシンがないので頑張って手縫いでやるんで。みんないっぱい注文したろ、いっぱい注文したろ。ねえ、検証になるぐらい寝かすな、寝かすな、もう頑張ります。その日程疲れて引き縫いになってる。やってるところを24時間やってるところを配信すればいいじゃない。あなたのために作ってます、はい、これ誰々さんです、うん、いいかもしれないですけど、ね、多分絵は地味だと思いますけど。確かに、はい、その金額は言ってもいいのかな。あ、大丈夫です、はいはい、発表するので、はい、まあ正直ちょっと値は上なんですけど、うん、5000円で、安い、手作りだから。手作りだもん、はい、誰かなんか8000いくらの T シャツをね。8000、うん、じゃあ1万ぐらいで売ってもいいですか。あ、手作りだもん。買う人はいるんじゃないですか、うん、本当手作りだもん、だってそうだよ。でも大丈夫です、安心してください、はい、ちゃんと5000円でやらせていただきます、はい、安心してください。5000円ということで、はい、はい、これの予約も、平成のともちゃんの、はい、平成のともちゃんっておかしくなるからね。Twitter の方でいいのかな。これは2月の1日にライブに来てくれた時に、うん、みたいな。あ、じゃあ1日から予約スタートですか、うん、はい、ね、じゃあぜひライブに行って、で手作り T シャツの予約をする、うん、あ、そうだ、あともう一個、あ、まだ発表してないのがあったんですけど、その2月の1日初日に T シャツを予約してくれた人は、うん、特典がつきます、うん、チェキ、ツーショットチェキが1枚無料という、チェキ券がつきますので、これは美味しい、よかったらチェキラその日のみです。なのでぜひぜひ2月1日に来れる人は2月1日に予約してください、はい、お願いします。チェキがついてきます、チェキが、はい、ということでね、はい、もういいですか宣伝は。うん、うん、今気抜いてたでしょ、今言い切ったみたいな感じでね、はい、はい、うん、はい、意外と今結構緊張してますよ、まあ、あ、そう、本当、はい、まだもう終わるけど、まあ、うん、じゃあちょっとね、はい、あの緊張を最後にほぐしてもらうためにね、あのこの方の、うん、曲を、はい、いけるかな。さっきね名前しましたけど、音原千里ちゃん、はい、はい、ベースボール大好き、改札前
ておりますのは音八里で、うん、ベースボール大好き、ね、こちらの曲はマーマーバンドさんが、そうですね、オープニングの、はい、トモコウ、はい、トモコウ、トモコウが作ってくださったということで、ね、そうですね、オープニングであの流れてた、そうですね、トモコウそうなんですね、はい、そうあれ、あの人たち、ああ見えて割と、はい、あのちゃんとした、ああ見えてってすごくずっと飲んでた、あいつはずっと飲んでんですよ、この間もひどかったんですから、知ってます、ほんだくれのお父さんたちですよ、 お父さんじゃない、おじいさんたちおじいさんですけど、うん、すごいすごい方たちなんですよ、まあ、大したことないよ、ただの、ただの酒飲みなあいつら、この曲すごい覚えやすいし、うん、結構好きで、ね、春菜さんもなんかすごい、あ、この曲かけてくださるんですねみたいな、かけてくださるんですねって、いやいやいや、ね、そんなにすごいこの曲大好きって思って、うん、聞いてくれて、ね、ありがとうございます、はいね、はい、ということで聞いていただいておりますが、うん、まだまだちょっと春菜ともみさんがですね、うん、先ほど聞いていただきました CD、 そうですよ、ここにね CD 宣伝ちょっと したいなと思って、あのツイッターに皆さん書いてくれたんです、ありがとうございます、 CD はって書いてあるんでさあこれから CD の宣伝でございますよ、はい、はい、春菜ともみ、ソロでももちろん CD 出しております、うん、さっきのかけていただいたあなたでいてくれてよかった、うん、が入っている CD ももちろん販売してますし、はい、他にもまだまだ出してる曲あります、うん、それのシングルとかアルバムとか出してますので、うん、ぜひぜひよかったら、うん、ライブ会場またはツイッターの方になんか欲しいんだけどどうしたらいいのとかって送ってくれれば、うん、いろいろ詳細を送りますので、ぜひぜひツイッターの方にコメントいただければと思います、ね、はい、はいはい、とかあと、まあ、ドディアックサインも CD、うん、売っております、うん、これもなんだろう、ライブ会場、基本ライブ会場なんですけど、うん、まあちょっとリーダーにちょいちょいって相談しながら、うん、通信販売もたまにやってます、ぜひぜひそちらも、まあでもね、なんだかんだでライブ会場で買うのが一番いいですよ、はい、やっぱその時だ ね、 ねサインももらえるしね、きっと、はい、うん、やっぱその人の顔を見て、うん、渡ししたいので、できれば、ね、ライブ会場に来てほしいなって思います、はい、あともう一個いいですか、そう、どうぞ、しっかりこうやってこの CD の告知って言われてすごい思い出したことがあるんですよ、巻きでね、巻きでね、巻きでね、3月19日にですね、うん、レコ初ライブがあります、それに伴いその1月30日と、うん、1月30日にリリースイベント、無料イベントですね、うん、がありますので、うん、そこでその新曲を初披露いたします、うん、2曲ほど、なのでぜひぜひ1月の30日、先ほど言った予定はローダスで、うん、そうです、はい、やらせていただきます、その3月19日のレコ初ライブも、うん、四谷ローダスですので、うん、ぜひぜひよかったら、はい、来ていただけると、まあ、詳しくはツイッター、フェイスブック、あ、ツイッターでね、ツイッターで、はい、はい、チェックしてもらえれば、はい、春菜ともみで検索してもらえれば、はい、詳しいことは分かると思いますので、はい、はい、うん、よろしくお願いします、お願いします、さあ、ね、はい、はい、ともこママは、はい、なんか予定ないですか、私5月にちょっと先ですけど、なるまたアイドル、だ平成の話をしろっつってんだ今そういえば5月になったらもう平成じゃないんですね、そうですよ、何になってんだろう、だからね、そうですよ、すごい、あの音八里は12月に、はい、12月1日に、はい、あのおとくらでワンマンやりますから、それツッコミどころだよ、おとくらでおとくらで、はい、おとくらでワンマンやりますんで、ぜひ皆さん来てください、はい、このツッコミどころだから、ね、ツッコミどころだからね、平成の話をしろって言ってるんだよ、はい、まあ、まあ、もっともっともっと先の話ですよねでもほら12月にやるって言ったらもうやるでしょ、12月1日やります、はい、それから1月もちょいちょいライブ、はい、アイドルライブなんかも出るんで、はい、うん、よかったらはい、チェックしてね、はい、またね、平成をまたがって新しい年号でね、うん、ね、はい、春菜さんもね、今度一緒にまた、はい、あ、いいじゃないですか、うん、一緒にやろうっていうのもね、俺が言うのも変だけどね、この後ぜひライブもね、やりたいです、一緒にまた、ね、曲が聴きたい、対バンしてもらえると、皆さん見に行っていただきたいと思います、うん、はい、はい、じゃあ、え、ともこママじゃあ5月、はい、5月、そうですね、もう平成じゃない時ですね、うん、アイドルのもう2世代前になっちゃうんですよ、2世代前、うん、昭和でしょ、昭和、平成、次、あ、そうですね、2世代前ですよ、だから、わー、すごい、私そんなに長生きしてるんだ 、うん、今だと大正みたいな感じになってる、はい、そうですね、今で言う大正、大正、うん、だから僕らの時代で昭和の時代だと明治みたいな感じになるんですよ、そういうことになるんですね、そうですよ、うわー、すごい、なんかもうおばあちゃんですよ、やだ、おばあちゃんですよ大事にしておばあちゃんもね、いたわらないとお願いします、ねえ、はい、本当に、
だから、うん、でも考えてみたらだって僕なんかもそうですけど、うん、だってみんな大体平成の方が長いんじゃないですか、今ここにいる皆さん、もう平成の方がね、昭和よりも。そうですね、うん、きっとそうです、ね、だって60歳以上じゃないと、ね、あれだから、そういうことか、うん、そうですね、じゃあということはもう平成もすごい時代だったんだなっていうことですよね。だから今激動の平成史とかって、昔は激動の昭和史とか言ってたけど、言ってました、ね、平成史とか言って、あ、これも平成だったんだとか思っちゃうもんね。うん、考えたらバリバリ平成ですね、うん、ね、はい、青春ですね、うん、ね、まあそういう時代もありました ね、 いいね、うん、なんか言い残したことないんですか、ありますか、せっかく巻いて終わらせたのに私ですか、そうですよ、はい、ああ、そうですね、なんか1月始まって、うん、まあ、あのこのね、でさっき、うん、さっきあれですよね、もう半年ぐらい終わったんじゃないのとかって、いや、この、いや違うんですよ、この1月本当に大変で、うん、あの皆さん携帯ってほとんどの方はお持ちじゃないですか、うん、携帯がね、あの壊れたんです、ガラケーこれ言うのもおかしいんですけど、ガラケー、え、ガラケーじゃないですよ、ちゃんと iPhone なんですけど、 あのね、電源が入らなくなって本当に壊れたんです、うんうん、で、まあ機種変したんですけど、うん、全部データがなくなってたらどうしようっていう、このなんていうの、ドキドキ感、え、だってクラウドに上げてるんでしょ、でもほらバックアップちゃんと取っててもちゃんと入ってくるかどうか不安じゃないですか、やっぱりそんなの、いや、そんなの自分がいいんだよ、そういうのは、そういう、ね、だから何でも iPhone に任せるのがいいのよ、アンドロイドにしろっつってるの、アンドロイドがいいの、 iPhone なんか使ってるの大体脆弱だからね、アンドロイドがいいですか、うん、あ、大将からアンドロイドにしろっていう話ですけど、そうだよ、 iPhone にしちゃいましたけど、はい、そんなわけで本当にバタバタでしたこの1月、うん、あ、そう、大変でしたけど、うん、はい、まあでもね、まあ携帯なくなるのね、はい、復活してます、連絡取れなかった皆さんすいません、こんなこと言うんじゃねえ、元気でございます、はい、まあまあそんな、はい、ね、はい、ですけど、もうあと2分ぐらいしかないですよ、そうですね、私、ね、そうですね、コメントね、うん、コメント読めるだけ、ね、さっきね、はい、草加さんかな、うん、千里ちゃんとはミーファであったのかなっていうけど、音派で、あ、あ、音クラですね、音クラですね、うん、はい、あの素敵なライブハウスで、はい、うん、はい、ね、あそこね、本当にね、はい、すごいこう、うん、日差しも良くて、うんうん、あのショー、あ、言っていいな、あれ、ショーのまゆさんのね、ショーのまゆさん、ショーのまゆさんの、はい、うん、お店、あ、そうなんですね、うん、で、あそこの横にあのほら、あの震災で、はい、あのな、あのあれした、あ、楽器とか売ってて、が売って、それをこうみんなでこう買って、それを震災の、あのどこに復興に当てようっていう、そうなんです、ね、うん、そういうのもあるの、うん、なんかいろいろ直したりとかしてやってる、素敵なところじゃないですか、うん、ね、お料理も美味しいし、あ、そうなんです、ね、うん、そうですよ、めちゃめちゃ美味しいです、そこでまたライブやってください、うん、音八さん、だから12月やりますかなり約1年後、うん、でも、まあでもなんかいろいろ、この前にでも多分いろいろとやられるでしょう、ね、あの、お声掛けいただいてるんで、はい、また、はい、ね、またそこで、はい、あれすると思いますけれども、音八里ちゃんの、うん、あれはまたツイッターとかでチェックした方がいいですか、そうですね、ホームページの方がいいですか、あ、やばい、もう番組終わりますよ、あ、終わります、終わりますので本日春菜ともみちゃんがゲストでございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、遊びに来てください、また行きたいですありがとうございました、うん、ということで、じゃあママのなんか聞きながらお別れです、はい、ありがとうございます。来月は2月の25日月曜日でーす。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。またまたで終わりでございます。今年もよろしくお願いします。楽しそうなさい。さあさあとにかく乾杯しましょう。ママ僕らに任せなさい。ママバンドのレビュー。